吉信ちゃんが連れ去られて一月近く、母親の豊子さんは神経を削る思いで待ち続けてきました。そして20日目の19日、当局は初めて捜査経過を公表。身代金授受の過程において犯人を逮捕できるチャンスもあったにかかわらず、捜査配置の手違いで逮捕できなかったことは遺憾でしたが、速やかに吉信ちゃんを無事発見し、捜査陣の不手際からまたとないチャンスを逃がしたという当局の発表に、豊子さんはうなだれるばかりです。3月31日、自宅前の公園で遊んでいた吉信ちゃんが男に話しかけられた便所の水道。そして3日目から身代金請求の電話をかけ始めました。これが犯人の声です。今は無事帰ったらね、はい、で場所をね、はい、選んでやるからまた連絡するからね、お母さんが先輩してから帰らなくてならないって言われてね、うん、で言ってるからね、うん、だが最初に指定した新橋駅前には現れず、5日には地下鉄入谷駅を指定。もうそこからもう連れて行けないんじゃない、交通電話までね連れて来られるならね、場所心配ないんだよ。翌6日には上野駅前、住友銀行のところね、電話ボックスのね、一番下の方へ置いてくれればいいからね。だがここにも現れず、そして7日、現金50万円とともに自宅から300メートルの場所を指定。相馬通りの方へ向かってきますね、はい、あたりにあの砂川自動車っていうのがあるからね、砂川自動車、そこにね、車が5台上がり止まってからね、だから3番目の車に砂川乗っかってからね、はい、で帰って待ってるよ、約1時間ぐらい経ってからね、子供を置く場所を指定しますからね。この荷台から50万円と引き換えに残された靴。だが吉信ちゃんは帰らず、連絡も途絶えてしまったのです。ただ50万円を渡したことにつきましては、私の子供に対する愛情でございまして、その誠意が連れて行った方に届かなかったということだけが本当に残念でなりませんでした。悲嘆に暮れる豊子さん。犯人が目と鼻の先に現れたにもかかわらず、豊子さんとの打ち合わせ不十分など手落ちが重なり、むざむざ逃がしてしまったのです。去る正樹ちゃん事件の時にも有力な情報をつかみながら手配が遅れ、みすみす取り逃がしてしまったばかりか、取り返しのつかない事態を招きました。無事で取り戻すという誘拐捜査の徹底がこれほど強く要求されたことはなかったのです。だがまたしても子供と犯人の二頭を追う結果となり、同じ失敗を繰り返してしまいました。しかし懸命の捜査を続ける当局に呼応し、一般の人々も捜査に協力、吉信ちゃんを一日も早く取り戻そうと立ち上がっています。皆さん、これが犯人の声です。金を受け取ってからね、1時間半ぐらい経ってからね、ある場所を探してね、そこへ来ないようにするから、追われてる身だからね、なんかつまんない状況を起こさないようにね、無事に回復とか約束しますからね。